さあ、クリア後、とりあえず、メニュー、うんちく帳、最後の5つ追加されましたんで、チェックしましょう。エクストラパートね、たこ焼きの星、たこ焼きっていううまそうな名前の小惑星が宇宙にあるんだってよ。食べられるのかな、ジュルリ。日本人が発見したな。いろんな月の模様、月の模様って日本ではウサギって言うけど、ライオンとかワニだったりね、見方はいろいろあるらしい。面白いな。熱い星の色はなんと青になるんだよ。赤は温度が低いんだ。これもよく言うね。で、赤より青の方が炎の温度が高いから、京都よりが戦ったらよりが勝つっていう。宇宙だと、あ、これはよく聞くね。身長が少し伸びるんだよ、地球に帰ると戻っちゃうけどね。重力で潰されてる感じになるからね。重力がない場所に行くとちょっと伸びるんだよね。え、これよく言うね。ロケットは地球の自転を利用して加速するから、赤道に近い場所ほど発射が有利なんだよ。だから日本は種子島にあるのかな。ということで、宇宙うんちくでした。さあ、最後のお土産、まずはお面。おお、そしてお土産、お土産なーに、惑星だ。と、キュービの戦艦のパーツ、そして、宇宙のペナント。いやー、こうやって見るとランドだけ明らかに千葉のランドだけ明らかにね、入ってない。オラクルランド、千葉って入ってない。いやー、宇宙のペナントってなんだよ。さあ、で、タヌキがちょっと足んないよね。どこもらえてんだ。ということで、あとお金がちょっと足んないんだよね。どっかで稼ぎしなきゃいけないな。完全改造したらどうなるかも気になるんで。ね、ラスボス戦あたりにさ、あるかと思ったんだけどね。うん、さあ、あと何匹教えてくれた？教えてくれないんだ。お面買うお金が約1500-1600足りないんだよね。じゃあちょっとね、タヌキ、漏れてるタヌキ、おっせっていうか、かかる。桃鉄かな。愛媛のみかん。愛媛が開始した時点では、そもそもあれだよね、まだタヌキ解放されてなかったよね。行くぜ。はたてら、おりゃ。はこりゃ。はた、こりゃ、そりゃ。や。たた。さあ、わかんない。すっげえわかんない。せいや。あった、これだ。くっそ、まあ、みかん箱って予想はしてたんで、それは当たってた。そうか、行き気にせずに帰りは、これだこれだ。いやーだいぶカットされてんじゃねえかな。よし、よし、これがラストだ。さあ、帰ろう。さあ、どうなりますか。4つ目解放されそうだね。船内ね、なんとか自力でね、全部のタヌキを集めれました。いや、かわいいね、タヌキたちも。船長園ホッチ。
松井くちゅんなの。イエーイ。さてさて、最後の出たかな。出たけど、うわじゃあ、あと金稼ぎか。またな。さあ、どこが一番稼げるか。一応ね、普通のコースでもちゃんとしっかり1から10まで見れば、1000両ぐらい貯まるんで、あと12面ぐらいクリアし直せば遠いね、12面。まあ先にお面かおっか。今後も可愛がってくだせえと。これもね、お金が貯まれば、うん、お金が貯まりやすくなるとかいう効果あったら嬉しかったんだけどね。なさそうだね。まあせっかくなんでね、全部購入して終わりたいと思いますんでね、ここからはちょっと稼ぎに入ります。まあ今から稼ぎに入って、稼ぎが良かった場所がもしかしたら紹介されるかもしれない。さっきやった愛媛はね、実はフルに行くと1000両ぐらい貯まって結構美味しかったんで、あそこをね、移動スピードアップとお金アップで回ってみようかなと。それじゃあね、お金が稼げたタイミング、もしくはそのいい稼ぎ場所が見つかったところでお会いしましょうになるかと思います。はい、ということでね、お金稼いでまして、ね、お金、稼ぐのは島根がいい感じです。激走天空へ登る橋、ね、これは初めて島根でやってる時もすっげえ稼げるじゃんって言ってた記憶があるんでね。さあ、じゃあどんな感じでどれぐらい稼げるのか、いきます。いくぜ。はい、まずね、こいつで話しかけます。で、招き猫を飼いたいんだけど、時々売ってないことがあるので、ね、これ真ん中にもこいついるのでね、そっちで売ってたらストックしておきましょう。で、招き猫使用。使用しないとね、500両か600両ぐらいかな。使用すると1300両ぐらい。ご覧の通り、ダッシュで倒した敵のお金は勝手に集まってくれるんで、集めに行く手間がかからないっていうのがね、でかいよね。まあ、あとは招き猫を使って、小判の量を増やす。あとはできるだけちゃんと敵に体当たりする。まあ、普通にやってたらそれなりに稼げる。で、1匹目のね、ウリコは招き猫を撃ってくれると撃ってくれない時があるので、ここの中間地点でね、ウリコに話しかけて招き猫が撃ってるかどうかを確認しましょう。ここね。ちなみに招き猫は2個同時使用はできませんでした。お、あるね。あるんだったらここで買っておこう。お、4000超えたね。あと500で、上、ほら押しても2個目は使えないんで、早さ飴もね、買ったんだけど、なくても大して問題なかったな。ここ左行くとね、こいつらが出てきて美味しいんで、左に行きましょう。で、ここの障害物で倒した敵はお金が入ってこないんで、できるだけ、ね、あれが倒しちゃった場合はそっちに寄りましょう。で、これでね、ここを横に行きすぎると速度が落ちて、ここ飛び越えれなさそうになるので、ちょっと気をつけて。ちょっと右行ってみようかな。あえてちょっと別のルート行ってるんだけど、うん、あんま関係なかった。はい、ということで1万、4500、たまりました。
これで終わり。あとはこれが潰した、ね、この敵倒したら終わり。はい、で、ね、ここ多分わざわざクリアする必要はないんで、ステージを出るでいいかと。はい、ということでね、お金足りましたので、文福。さあ、それでは、最後の購入。ね、まずは、タヌキのおじさま、全部集めたけど。おぉ。あのセリフがなくなってるね。タヌキたちが隠れているみたいな、あのセリフがなくなってるかな。さあ、それじゃあ、行きましょう。ヒットポイント強化。攻撃力強化。ああ、連続ではできね。よっしゃ、これでOKだ。そして、SP 技強化。よっしゃ、これそして最後は、ナレキン化。OK。さあ、なんか、なるかな。よっしゃ、これで OK だ。まあ、虫、金ピカにもっとかっこよくしたぞ。またな。いつでも強化してくれんの？ああ、元に戻す。なるほどね。さあ、ということで、金ピカになった文福、プラス強化されたので、なんか一個ボス戦してみようかな。左下の、あれ、なんかピンク色の、あれあったっけ？全然わかんねえや。おお、金ピカだ。趣味悪いな。それじゃあね、コケ師匠にでも喧嘩売りますか。コケ師匠は、東北だっけ？コケ師匠。これだね。ムービーはどうなっているのかな。さあ、コケ師匠との戦い。変身シーンも金ピカになってくれているのでしょうか。コケ師匠。あ、ちゃんと金色になってる。特撮モード。ただね、ラスボス戦あたりで一回ね、文福戦来るかと思ったんだけど来なかったよね。まあ、五右衛門インパクトは楽しかったけどね、子供の頃やった時は難しかったね、インパクト戦は。おお、金ピカ金ピカ。ねえ、もうやっぱ金が余ったやつがやることは全部同じなんやなっていう。ああ、と強化したんで強化がどれぐらい強くなってるか。結局 S 級技鍛えてもね、体力止まるからね、途中で。うわー、趣味悪い。趣味悪いね、これ明らかに。攻撃力、守備だからヒットポイントが上がって守備力が上がってるんだよ。もう半分減った。ワン、ツー、スリー。もう一個、一回こけるやつじゃないの。もうこけなかった。ひどいね。強化しない方が楽しめると思う。
まあ、逆に言うと、まあ敵が強いって人は強化すれば楽に勝てるわけだから、それはいい。ひどい。おー、ガードしてる。あー、終わった。ひどい。構えてる時に殴るとね、ゲージ、スペシャルゲージは溜まってるみたいだね。師匠甘いぞ、ドモン。はい、ボゴです。で、最後に、ね、この金ピカカを解いてみましょうか。元に戻す。色だけか。で、また1万言われたらどうする？またな。やん。よ。あー、100両か。また1万って言われたらどうしようかと思った。よかったよかった。またな。さあ、それではね、締めに入りましょうか。まずね、うんちくはまあね、全部はやりません、長いんで。お土産は、軽く回りましょう。ただこれお土産ね、取った時の文章をもう一回読めるようにしてほしいよね。徳島、和歌山、三重、ね、愛知、静岡、神奈川、ということでね、取った時の説明文が気になる人は、その時のね、シャープの回を確認してください。ちゃんとね、タイトルに、どこの剣か書いていますんで、追うのは簡単だと思います。ね、自分の剣だけでもぜひ確認ください。奈良、滋賀、京都、兵庫、大阪。そしてここから中国地方。ね、鳥取、福岡。で、九州に入って、長崎、鹿児島、熊本。で、ここから東北地方。北陸が先か。北陸行って、北陸と中部がちょっと混ざってるかなってけど、そして東北地方に行って、ね、関東、そして東京が3つ、まあ1つはボスだったけど、ね、そして最後に北海道宇宙で、フィニッシュ。じゃあタイトルに戻って、あとごめん、全部購入ありがとうございました。とお面は、はい、こんな感じだね。自分の気に入ったお面をかぶってプレイしましょう。ただ、まあ、はっきり言うけど、お面に効果があるわけではないんで、ね、何もない方がいいんじゃねえかなっていう結論、何もなしがいい。でカービィもね、お面かぶれたけどね、Wii の、デラックス。結局かぶらない普通のカービィ、もしくはワニャに落ち着いたよね。で一応うんちくね、全部は見ないんでね、全部でいくつあるかだけ軽く紹介。これもぜひ、プレイリストからたどってその回を確認ください、ね、全部で260個。旅の記録、タヌキがいるところ、まあ探すのめんどくさい人はこれちょっとチェックしてみてもいいかもね。割とタヌキがやっぱきついね。マップが広いんで、うんちくとお土産はね、取れる順番に並んでいるんで、どこ取ってないかが分かりやすいんだけど、タヌキは全マップなんで、そういう意味ではちょっと厳しかったかな。九州、東北、ね、北海道、その他、四国、関西、中部。中部でまとめられたのか、ここ。さあ、じゃあタイトルに戻ります。おとぎ活劇、マメダの化ける。マメダの化ける。はい、ということで続きから、156個の260。そしてね、第3幕の九尾編になってます。ね、一番初め第1幕は記憶にない、ね、第2幕も記憶にないけど、第1幕が、3人の英雄と会うところまでだね。で第2幕が、七草姫たちを、集めるところだね。
だから第3幕は、あの富士山から、北海道宇宙だけなんでだいぶ短かったなって思った。何はともあれね、なかなかのボリュームだったとは思いますんで、まあいくつかね、もうちょっと移動速度速くしてほしいとかいろいろありはするんだけど、まあ割と良質なアクションだったと思いますんでね。あとは2人同時プレイかな、やりたかったのは、ね、あのマリオとかでよくあるメインの1人に、サブのプレイヤーがお助けモード的なもんでもよかったからね、2人同時プレイもちょっとやりたかったかなっていうのは思いましたが、まあなんだかんだでね、最後までボリュームたっぷりで楽しませていただきました。はい、ということでね、マメダのバケル、これで終わろうかと思います。最後まで付き合ってくれた方はお疲れ様でした。また次のゲームでお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。